ここで一つ佐野稲子さんについてどう思う？下世話な話ね。ガーシーの話です。ああ有名な。だって俺は麻雀仲間だから、ね。そうなんですか。麻雀打てるんですか。おっさん消しそうです、ね。うまいよ。結構おっさん。まあうまい。麻雀とかゴルフとか好きな女子ってなんか僕そういうすごいなんかおっさん票。僕アイドルオタクだから乃木坂辞めて例えば麻雀雀荘開いた人いるんですよ。中田香奈さんっていうんですけど。あでもちゃんとプロのライセンスも取ったんですよ。知ってるその人、うん。ちゃんとライセンスも取ってるからガチなの。でそれはそこら辺で、まあ、舐めんなよって言われるからちゃんと手順踏んだなと思ってるんですけど、うん、パパ活が今炎上してるの知ってる、うん、面白い。いやパパ活でパパ活ってさ要は何千万も稼いでるやついるわけですよ、はい、それを納税してないやつ、納税してないやつが今、はい、だからあのパトっていうね、はい、その最大手業界最大手プラットフォーム最大手、はい、パパ活っていうかあれはパパ活っていうよりあれだね、キャバ嬢の派遣みたいな、まあガールズバーの派遣版みたいなやつなんだけど、そこにあの税務調査入って、でそれでもうああ税務調査入ったんだこれはやばいねっていう、でもそこで何千万単位で稼いでる、まあなんかね贅沢してる女子たちが今、うん、青い顔になってるというか、まあさすがにあの在宅起訴とかまではいかない、起訴まではいかないと思いますけど、相当追徴されると思いますね。うん、